はい、やってまいりました。シュートのゲーム実況、皆さん元気ですかということで、シュートのゲーム実況、私、吉原シュートがやらせていただきます。吉原シュート、吉原シュートですね。ちょっとあれですね、声が、聞こえなかったかな、吉原シュートでございます。吉原シュート、まあ俳優をやらせていただいております。あとはね、歌を歌ったりも、しておりますのでね、この魅惑の低音ボイスで、いろんな、ことをやらせていただきたいと思います。顔を見たい方検索していただいても構いません、インスタグラムもやってます。そして、この放送回でね、ゲストを入れた回はね、顔出ししていますので、ぜひぜひそちらの方をご覧ください。ということで、僕がね、ずっとやってるゲームウィニングイレブン2018なんですけど、なんと今回がウィニングイレブン2018が最終回となっております。ずっとね、長らくやってきたんですけど、今回が最終回ということでですね、このゲームをね、一番最後に堪能しまくって、やっていきたいと思います。このゲームね、今ね、ずーっと最近ですよ、ここ最近ずーっとやってるものがありまして、マイクラブというものをやっています。今ね、表示されているね、このね、マイクラブです。チームはね、日本を選択して、日本のユニフォームと日本のフィールドを自分の自陣地、自分たちのユニフォームとしてやってます。そして名前はシュート様というチームでやってきました。そしてですね、僕のチームでございます。これ、僕のチームがね、こちらでございます。僕のチームはこんな感じでやらせてもらっていたんですけどね、今日でね、みんなともお別れかということで、みんなの姿をね、目に焼き付けてってくださいよ。今回はマイクラブも一番最後でございます。やり残したことはないかと思っていろいろ考えたんですよ。考えた結果ね、僕のチームプロフェッショナル強いまで来ました。でですね、いろんなね、選手をね、最強にさせようと思って頑張ってやってきました。でもね、最終回だからさ、もうさ、ありとあらゆることはやってしまおうって思ってます。だからよ、だからね、うん、そんなね、悲しいことじゃない。こいつらとの別れは悲しいことじゃない。報酬もらってるんで、この報酬とかも全部もらってですね、ベストな状態で最後を迎えたいんです。だからね、ベストな状態っていうのはね、何をするか、今まで無課金でいろいろね、ガチャを引いて自分のチームをね、より強いチームにしようとしてやってきました。なのでガチャを引いてですね、いろんな選手を取得してきたんですけど、今回はですよ、右上に出てますね、68,322と490、完全消化しちゃいます。使い切って、もう最高の状態でこのゲーム全部使い切って、ウィニングイレブン2018終わりたいと思います。なので、やり残したことはないかいろいろ今、見てきますからね。まずですね、この辺は大丈夫だね。報酬はなかった、もなかったですね。受け取り箱もなかったです。育成もね、トレーニングコーチも全部使いました。でスカウトが残ってるんで、まずスカウトをね、引いていきたいと思います。スカウトがね、一人いますね。左利きの選手をね、取得できます。白いボールの選手ですけど、引いていきます。交渉依頼しましょう。誰でもいいよ、日本の選手が来てくれると嬉しいさ。俺はドゥン、はい、ワルド、スペインの選手ですね。ウィニングストライカーです。いただいてきます。マイクラブのメンバーに追加。そしてですね、今日はね、いろんなね、無駄がないかっていうのもチェックしていきたいと思いますよ。やり残したことはないかね。だからね、最後にね、トップエージェントいっぱい取ってやっちゃいたいと思う。その前にちょっとレンタル契約っていうのもね、できるんだったらね、消化しちゃいますから、やっていきたいと思います。ベストなチームで迎えたいと思いますので。おお、100でゴールキーパー変えちゃうんですよ。4200で変えちゃいます。
4200、じゃあ例えばゴールドで買ったとしたら390だよね。390でしょ。中途半端に残したくないな。390、ってことはこのガチャがですよ、1回250です。あの無駄なくやりたいじゃないですか。これ、ね、250なんですよ。なんでまずね、どうしようかな。ここがレンタル契約が、待てよ、なるべくね無駄なくやろう。計算していこう。1、2、300、2つ取っちゃおうかな。ゴールキーパー、ゴールキーパー1人取得しちゃいます。契約します。コインで支払っちゃいます。わー、コイン使うとかちょっとドキドキする。コインで、イエス、 MD ホワイトですよ、スペインですよ。きた、マイクラブメンバーに追加。わー、なんか使うっていいねー、いいね、すごくいいねー。でですよ、無駄なく使うからね。トップエージェントはね、ということはですよ、6回できちゃうね。1111で引いちゃおうか。1111ね、どう、いけるっしょこれね。シルバー、ゴールド、プラチナしか出ないっすからね。これいっちゃいますよ、一気にいっちゃおう。これは GP で支払います。ゴールキーパー取るぞ。ゴー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 、ブラックコイ、おー、さっきかレンタルしたのに来ましたよ。ゴールキーパー、ドゥーン、ナポリの選手、ペペレイナー、マイクラブメンバーに追加します。気持ちがいいです。気持ちがいいです。はい、そしてここ、じゃあ次ディフェンスいただきます。ドゥ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 、ブラック来いよ。ドゥ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 、シルバーですね。はい、よいしょ。はい、セルダルいただきました。マイクラブメンバーに追加。さあ、こうすると得点ももらえますからね。ああ、もう本当にいっぱいやっていかないと。よし、じゃあもうどんどんいくぞ。よーし、ミッドフィルダーです。ドゥ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 ドーン、シルバー、ドゥン。さあ、来ました。お、え、お、おう、日本の選手かと思ったよ、韓国の選手だったよ。でも大事です、いただきました。マイグラムマジ追加。はい、で、トップですね、フォワードいきますよ。ドゥ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 ン、で、はい、さあさあさあ、どちらの方でしょうか。ドゥン、ポルトガル、バレンシア、あ、いいですね。マイクラブメンバーに追加。はい、で、あと2回できます。なので、もうゴールキーパーはいい選手もらったので、ちょっとディフェンスいきましょうか。支払う、いくよ。ブラック、ブラック、ブラック、ブブブブブラック、はい、ブラックが見えたけどブラックじゃなかったね。はい、バルトシュ、マイクラメンバーに追加。はいよ、じゃあ
フォワード、これでもうねほぼなくなっちゃうからね、最終回だからね。バン、トゥ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 、はい、さあマルコ、あでも敵を結構いいっすね、チーム適応率向上。さあさあもうガツッと少なくなりましたからね、これね。あとはですね、どうしようかな、390でしょう。いい、トップエージェントお金で一回引けんだよな。レンタル契約しちゃうか、いい選手取っちゃうか、これ取っちゃおう、もう行こう、これか、よし、もう最強だぞ、これも最強だぞ、よし行っちゃおう、すごい大胆な買い方、こう、うわすごいね、こうなんか無課金だけどさ、すごいお金使ってる感じしちゃう、うん、ね、うわー気持ちいい、はい、もう買いまくってる、気持ちいい、でも最強のチームになるぞ、これでゴールドが多くなるはず、あと100残ってますね、100か、どうしようか、使っちゃおう、震えるよ、震えるね、本当に震える、相当今ゲットしたからね、今でも8000とかだともうほとんど使うところないと思うんで、この感じでいいかな、もういいかな、いやまだいけるぞ、まだいけるぞ、買うぞ、ホセ、もう最強だと思う今、ギリギリ使っちゃってるからね、いやー、うーん、無理や、この選手でリピで支払ってほぼもう貯めてたものも全部使いました、さあ今最強のチーム作りますからね、それで、最後に、試合をしたいと思います、さあ来たぞ、うちは最強、最強だぞ、これねバッていろいろ綺麗に変えたいと思うので、まあ機械にもこんなたくさんねいい選手がいるので、これでね一気に、チーム力重視で変えるとどうなるか、こういう感じです、おお、そういうことね、逆にチームスピリット重視で、あースピリットの方がいいか、でちょっと控えの選手ここもう全部、うわうわめっちゃ下がんじゃんこれ、こんな下がんの、しかもコスト足りないじゃん、監督をこっちにしましょう、急遽急遽んでですよ、この辺を変えて
この辺を入れて、ここも入れて、もうギリギリですよ、トータルコスト。うわー、ゴールキーパー、いやー、ゴールキーパーの控えはいいわ。ここでいきましょう。いけるか。あー、コストオーバーだ。中に入れればコストオーバーじゃないんだ。ここにしましょう。これで、試合をしていこうかな。チームメニューも最大に使っていきます。戦術トレーニングを使い、最大に使います。最大、まあ2個しかないですけど、はい、まあちょっと低めですけど66まで上がりました。でですね、監督メニュー、マネージメント、チーム適応力も向上させます。はい、あ、またポイントもらっちゃった。でですね、監督のメニューですね。また監督マネージメント能力、今最大まで使っちゃいます。あ、もうちょっとだからいけるぞ。これでもうちょっといけるぞ。チーム力重視だとどうなるんだ。おうおうおう、そうなるか。じゃあチームスピリットでいきましょう。これか。こうなるわけね。控えをちょっと変えます。ここね。やべえ、最後最強の感じで行きたいんで。これで行きましょうかね。ゴールドの控えの選手も多いです。オッケー。あ、一個やり忘れましたね。このチームの皆さんの、疲労を回復させたいと思います。アイテムを使いましょう。6人分、皆さんの体力は回復しました。で、個人的にこの選手も、回復させておきましょう。チーム力一気に上がったからね、全然違うと思うよ。よし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 、これで最強だな。やり残したことはないな、お前。うん、本当はある。本当はある。ちょっと、やるぞ。ちょっとやるぞ。よしよしよし。ちょっと控えの選手、複数選択します。選手メニューでトレーニングコーチに転身させる。控えの選手をちょっとトレーニングコーチに転身させます、最後。もうボールに色がついてようがお構いなしでやるよ。2人は残しとかなきゃいけないんだよね。こことここを残そうか。おっつ、そんなにいっぱいはできなかったか。複数選択して、何人かだったらできるのかな。あ、もうトレーニングコーチはいっぱいですね。じゃあ最後はこれで育成を1人めちゃくちゃ強くしましょう。やっぱミトログルでしょう。トレーニングさせます。複数選択、みんなすごいよ。結構いいレベルの人が多いからね。
育成します。おい、レベル上がりました。2個上がりました。最強、これで最強のチームが組めました。最強のチームなんですけど、プロフェッショナル強いです。一番最後の最後に、試合をしたいと思います。いくぞ。やっぱさ、最後だからさ、勝ちたい負けたいとかは言わないよ。言わないけど、吉原シュートらしく終わりたいと思います。よし、いくぜ。よしよしよし、いい感じいい感じ。キャップ調子悪いじゃないですか。よし、いくぜ。さあ、負けられない戦いがここにありますが、僕らしく試合をすることです。よし、バルセロナと、いいよ、最高だよ、僕の大好きなバルセロナだもん。よし、行くぞ。よし、得意のサイドチェンジ。ぽい。いいよいいよいいよ。おう、ちゃぶねえ。いいよいいよいいよ。いいよ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 。おーっすー、コーナーキックだね。いいよ、ミトルグル動き出しがいい。いいよいいよ、よかったよかったよ。このいいよ、もう一回の動きだいいよ、出しがいい。うんうん、早速コーナーキック、得意のコーナーキックいきます。ここだ、こいーや。うん、惜しいですけど。でもね、近年というんですか、最近の試合を見てると、僕はね結構先制点をすぐに入れてたんですけど、今入れてないからな。うおー、ポストか、マジか。サッカー選手ほんといい選手たくさんいますからね。よし、焦んな焦んな、マジですぐ焦んだから。ちょっと点数入ってなかったりとかすると。よし、ゴールキック。焦らないことが肝心。シュートは打ってるぞ。トーレスいるからな、向こうは。おー、危ねえ。さあ、チームメイトスイッチしまして、いや、ちょっと危ないとこ出しちゃったかな。
よし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 。来い。キーパー正面。向こうもね、いい選手揃ってますからね。おっと、ファールしてしまったな。失礼しました。よかったですね、注意だけでしたね。クリアして、あ、スローインよかった。コーナーキックになったかと思った。おっと、支配率は今高いですから、おっと取られたか。ここでああ打て、結構混戦してたな今の。やっぱ1回ぐらい決めとかないと。あー、うまくいってないな。よし、中だ。キーパーに取られた。おっと、ファールしましたね今ね。ナイス。よしよしよし、よし来たぞ。コーナーキック。よーし、得意のコーナーだぞ、行くぞ。おし、今のオンゴール、よし、クリアしたかと思いきや当たったんですね。よし、しかもロスタイムで入ったから、まあおまけゴールですね今のはね。正直、さあ体力も、まあ、調子いい選手入れたいです最後やっぱ。ディフェンスはね、ここかな。向こうチームスピリットも高いわ。あ、今自分のチームがバルセロナかと思っちゃったよ一瞬。あー危ねえとこです、スライディングしたな今。危ねえ危ねえ、ちょっと大きすぎたかな。よしナイス、いいよ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 、まだいけるよ。よーし最高だこれ、いけるぞ。うえ詰めろ。うわ、自分の足で決めたかったな。
あーっと、いやーちょっと無理だな、こっからシュート打つのは。もうちょっと持てばよかったわ。よし、ナイスカット。よっ、今ファールでしょ。今ファールですよ、これは。ゴールキーパーが蹴るというね。よっしゃ、よし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 、いいぞ。あーちょっとね、流れが悪かった。やっぱね、あのバルセロナをさ、今までやりすぎたかな。水色がね、自分のチームに見えてしょうがないんだよね今。絶対縦出す。うわ、取れなかった。うースライディングミスは、おおキーパー様様です。入れさすもんか。あー取られた。おー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 
ラッシュ。よっ、うわー、今超ミートしてたのに悔しい。まだね、1-0 っていうね、怖い、怖いとこにいるからね。よし。まあでも残り時間ももう少ないので。あ、やばい。何してんの。焦り焦り焦り。抜かれんなよ。わあ、やばいやばい、ここでか。オッケー。わあ、怖い。一回ジャンプしちゃったしね。クリア。おお、怖っ。もう試合時間終わっちゃうぞ。よし。うわ、焦ってんな、操作が。
よし、もう5分切ってますからね。走れー。いやちょっと無理やったな。おっつ、よしよしよし、おー、今のうまかったな。うわっ、ちくしょー。これで決めようぜ。あー、さあ、うわ、あと30秒じゃん、もう。うわー、あい試合終了して、勝ちました、勝って笑ってるもいいんですけど、最後の試合、マイクラブの最後の試合、最強のチームを作りました。そんで、前回でね、レベルも1個上がったんですけど、強いチームで、まあ、勝ちましたよ。実質勝ちましたけど、オンゴールでの勝利ということで、まあ、今日最終回なんですけど、僕らしい終わりになりましたね。なんかね。なんか、まさかの、最終回でのこれみたいな、そんな感じだったんですかね。ウィーニングイレブンね、2018、長らくやらせていただきましたけど、失礼いたしました。やらせていただきましたけど、今回でね、今回最終回ということになりました。すごいね、楽しくね、サッカーゲームやらせていただきました。ということで、ウィーニングイレブン2018は終わってしまいます。ということで、ウィニングイレブンは終了ですけど、次回の、吉原シュートのね、シュートのゲーム実況はどうなることやらということで、次回の、配信をお楽しみにしてください。よろしくお願いしますということでね、引き続きよろしくお願いします。ウィニングイレブン2018は以上でございます。皆さんありがとうございました。